皆さんこんにちは。本日はザン関東 A1 リーグ最終戦ですね、30回戦の模様をお送りしたいと思います。実況は私西川舞、解説にヨーテルさんをお呼びしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで最終ハンチャンとなりました。はい、はい、さあどうでしょうかこれ、はい、選手の方がてんこ盛り、はい、てんこ盛りごま塩キリュウの3名となっておりますが、はい、最終ハンチャンということで、はい、全卓一斉にスタートして、はい、という形をとっております。はい、はい、というわけで全員のポイント状況が全員が分かっているという状況なので、はい、ポイント状況を一度おさらいしたいと思います。こちらに出ておりますでしょうか。はい、はい、というわけでポイント状況このような感じになっておりますが、はい、本日対局を放送対局に出てきます桐生隼人、ごま塩てんこ盛りにつきましてはちょうど真ん中くらいにいるんですね。そうですね、全員プラマイゼロぐらいの位置にいますかね。はい、で最低でも3位に入らないと決定戦の可能性はないといった状況で、はい、で11位以下は高級なんですが、まあ、その高級ボーダーにも遠いということで、はい、まあね、熱い卓が他にあるんでそっち移せよって思われるかもしれないんですが、まあこれはね、ザンリーグに入っていただいている会員の権利でありますので、はい、放送対局に出れるっていうのは、はい、この3人の対局を最終戦も移していきたいと思います。はい、で、事前にお話伺っておりまして、もうこの3人は最後普通に一半ちゃんの最大を目指すような形を取るみたいな感じで、はい、まあ親がね多少超デカトップでワンチャンみたいなのはやるかもしれませんが、はい、まあ基本的にはいつもの A1 リーグ1回戦のつもりで見ていただければと思います。はい、そうですね、最後にゼロにみんな戻っていく。最後はゼロになる。はい、最後必ずゼロになる。はい、はい、ということでですね、3名てんこ盛りごま塩桐生の対局を見ていきたいと思います。はい、はい、それでは選手の皆さん準備が整いましたら対局を開始してください。はい、今対局の方が始まっていきました。親はてんこ盛りですね、ドラはキューピン、ハイパイを見ていきましょう。うん、ちょっとバラバラか、うんうん、ドラは結構ありましたね。そうですね、打点は見えるか。キリュウが一番いいかな。いいカンパーティーを引いて、メンツで。そうですね。で、十分な形があると。はい。裏のキューピンも使い切れる。ゴマ塩も結構良さそうですね。そうですね。良さそう。さあ、ちょっと親のてんこ盛りが、まあ、打点はあれどうそそうか。速度的にはちょっと遅れを取ってるといった格好でスタートしました。はい。すごい。7が。このチーピン貫通にされると他の選手は厳しいですね。これチーピン大丈夫、4枚しか入ってないちゃんと。もちろんチーピンいっぱい入ってるルールじゃないですか。何を言ってるんですか。いやもう最後だからって言ってチーピンを4枚しか入ってないに決まってるじゃないですか。本当ですか。はい、ということでキヒュー、これイシャンテンか。そうですね、両冠両面のイシャンテンです。はい、イシャンテンでした。ちょっとその気流に置く。お、でもゴマ塩もイシャンテン。はい、イーシャンテンです、はい、これでカンチーピンの受けが自然と外れる格好になりましたので。そうですね、よかった、戦える。 ないチーピンが待たなくてよくなりました。ということで親のてんこ盛りがちょっと一人だけ遅れを取っている形になっております。ごま塩はタンヤオがつくような形。うん、てんこ盛りはこれで4-1チート1でまとまれば、はい、ね、メンツではちょっともうここからは難しいの で、ね、はい、チート1にいい牌を残したいかな。現状ごま塩が一番いい形かという感じですね。でも仕掛けては行きづらいから、6級層肩上がり、うん、仕掛けられる手の人はいないの で、ね、全然いつ入るか、はい、ちょっとねサブロッキュー層が薄いんですよ。そうですね、確かにロー層がまずないんですよ ね、ここに3枚キリュウも1 枚で川に1枚なんで3増と9増で完結させるしかないんですが。なるほど、これチートになりそうか。はい、さあ生きてきましたね。3増と9増もちょっと薄いと。確かにこれはなかなかテンパらないか、その間にてんこ盛りが追いつくか。
桐生の方はね、ちゃんと山に残ってるんですが、これはどうするか。漢方ピンの受けも一応できる形、三ピン、ウーピン、パーピンの選択か。いや、これ漢方ピン受けできますか。できないですね。多分これできないですね。チーピンアンコの外のキューピンなんで、なんでこれはキューピンつもぎりとするか、ドラのキューピンをつもぎる、あるいは急走とかを統一落としするとドラドラが使える形になりますね。どうするか。あとは何かあるかな。チートイ？ミャンピンとかもあるけど、まあキューピン普通に切っていきましたね。さて、ごま塩、これで仕掛けも効く形か。単用が確定していきましたね。はい。はい、しかし、全員欲しい牌を持ち合った。おっと、引けた。これは6球層でリーチですね。面ピン、赤赤。急層が1枚。はい、1枚だけ。あとポッチは？ポッチも、支配に出てない。じゃあ、いますね。いる。何枚積もっちゃうか？だから1枚ずつですね。はい、本物、ポッチ積もって、ローソーですって主張するか。ないローソーにするか。はい。うわぁ、これは、てんこ盛りどう打っていくか。現物の嘘を切って、はい、うわぁ、言ってたから予言するから、ローソーですと主張。はい、メンタンピンツモ、赤赤、ハネモンツモのチップが1枚。はい。これは、ローソーに取ります。ないですが。ないですが、これはローソーです。はい。まあね、本人わかんないですからね。確かに。ロケソー全然ないことはね、分かってないので。はい、そしてゴマ塩を自力で持ってきた親番、ハイパイはどうでしょうか。ドラはチーピンです。かなりいいですね。いいですね。また単品傾向。はい、気流はちょっと。盛りてんこ盛りも嘘こそあんこですが、形がいいわけではありません。親のごま塩が一番早いか。二数ピンの一品を引いていった。まあでもね、積も次第ですもんね、サンマって。本当にそうですね。これが全然進まずに、ね、上がれないこともあれば、先生打てないこともあれば、ね、すごい苦しい敗敗の人がもういつの間にかテンパイしてたりみたいなことも、ね、自敗全部が全部有効敗に変わることもありますからね、うわ、これはテンパイスチーピンリーチ赤ですね。チーピンでドラ、はい、スッチーピンでこのチーピン、スッチーピンは2枚ずつ持たれていますが山に4枚。そしてで白ポッチがまたしてもいる、うん、山に上がり牌が5枚いる状況。てんこ盛りは形悪いんで苦しいですが、キリュウの方はもしかしたらいけるかも。イーシャンテンですね。ドラドラのイーシャンテン、まあ、ローピンを引いたらチーピンが出る形。ローピンドラ表示牌と1枚切れでかなり引けなさそうなんですよね。そしてね、リーチにチーピンを勝負するか。わー、はい、またポッチ。じゃあチーピンって主張するか。そうですねリーズもドラドラですね。白ポッチの1枚で6000オール1枚。すごい、こんな2回連続ポッチ積もるの。ここに来て、ここに来て、ごま塩ポッチを積もって、そしてこのハイパイ、ドラがパーピン。いや、もう15万点いこう、2人飛ばそう、これは。いっちゃいますね、これは。うわうわ、チーソー入った。いいとこ引くな、鼻鼻抜いて。どこまでいけるか。あ、でも桐生の手がすごい。桐生の手すごかった、今見ました。メンタンピンみたいなね、高い。うわうわうわ、これはもう圧倒的だ。これは桐生が一番早いか。ごま塩どこまで粘れるか。どっちが先にテンパ、あ、おテンパしました。一番いいローソー。確かに。メンタン赤赤ですね、キリュウは。うわ。赤ウーピンもドラだし、パーピンもドラっていう。どっち引いてもパーピン。そしてあ、ポッチはゴマ塩が回収。ポッチ回収係ですね。はい、全部自分のところにポッチ持ってくる。ポッチ持ってくる。でもウッパーピンめっちゃいる。か。パーピンが3枚。ウーピンここにあんこか。ウーピンが1枚。そうですね。でも4枚いる。4枚もいればそのうち積もるでしょうといった感じですね。タワちゃんの押し返しがなければですが。そうですね。スーピンあんかんしたいな。確かに。
なんかサンマってリャンメンリーチ打った時、はい、どうせ上がるんだからなんか先にアンカーしたいとか花持ってこいとか分かりますよ。どうせ積もるからなこれ根っこまで行くならって思っちゃいますよね。それはめちゃくちゃ思う。思いがち。思いがち。そしたらね、なんかね、アンカンできた時に限ってなんか追っかけられるみたいなこと。あ、ごめんごめんごめんって。ごめんね。ごめんごめんごめん。そうじゃないんだ。そんなつもりはなかったっつって。本当にありますよね。結構ね、どんなに量計でも負けますからね。早くリーチ打てど。おましはいつのイシャンテン。ローピンね、勝負してますもんね。9ピンの筋ですが、サブローピンは取っていない、はい、ウーピンのね、壁とはいえローピン3ピンと勝負していくか、はい、積もりました。メンタンツモドラさん、フロアのラズですが、ハネマンのツモ上がりですね。キーリュー4戦8戦1本場5戦9戦のツモ上がり、はい、とさすがにオーバーピンいっぱいいましたね、うん、はい、そしてトンラスですね。早くもトンラス、親は桐生ですね。ドラは三蔵、桐生のハイパイ見ていきましょう。うん、逆ハイのペイが統一、花を1枚抜いて、ちょっと遅めか、両面が2つ。えんこ盛り、急走あんこにして1面つ。ごま塩は一番いいか。さすがにごま塩が一番いいか。形は一番良さそうだ。キリュウはペー統一なんで、ペーなければそうですね、行って進むか。ゴマ塩が一番いいか、さすがに。うん、 GP ワンコにしていきました。ただね、自敗の処理してますからね、こっちは。あ、ゴマ塩イーシャンテンですか。じゃあリャンシャンテンか、リャンシャンテンですね。さあ、天狗森はコウピンを引き入れた。これはどうですかね、キリュウも。うん、キリュウも結構形整ってきましたよ、はい、整ってきましたね。てんこ盛りも両面2つとパンちゃん、これはポンしない、はい、これは大きくいきましたね、キリュウは、はい、ポン1枚目は泣かないということでしょうか。これリーグ戦ね、第一節想定でも泣かないと。どうなんでしょうねなんかとは言いつつめちゃめちゃでかいトップが欲しいっちゃ欲しいからみたいな感じもあるので、まあね、面前で仕上がれば越したことはない。これ2枚目はどうするか。キル2枚目はポンしていったペイのポン、イーシャンテンですね。スッチーピン、サブローピン、スッチャッソーのイーシャンテンとなりました。さすがにね、2枚目はふかしたら上がれないので、うん、上がれないのでね。はい、うん、マシよね、これね、先に3面ちゃん確定させましたね。なんかごま塩は父パパ級、はい、で、関連ピンのターツ残したまま、スーソー、チーソー切っていきました。これで一旦チーピンを切ってイーシャンテンにするか、うん、まあ、これも狙いの一つだったんでしょうね。はい、イーピン3ピンを重ねて2面3面ちゃんが本戦で、うんうん、なるほど。まあ、サブプランとしてこれもいいが、チーピンが切りづらいか。どうですかね、キリュウがテンパイに見えているか。キリュウの最終手出しがローピンなんですよね。そうですね、そのまたぎはもしかしたら親には打ちたくない。どうするか、おましを切ったチーピン切っていきましたね、まあ、広いシャンテン。これ関連ピンテンパイ取るんですかね。もう一度ソーズのノベタンを引き入れると、どうでしょうね。あ、これで、あ、これならもう素直にいけますね。両面両面と、両面三面ちゃんか、両面三面ちゃんのノベタン2つ、はい、頭ができればまあ文句なく、はい。問題はリャンウーピンとか引いた時、そうですね、どうするか、どうするかですね。裾切っちゃってるんでね。そうですね、ウッパッソーしか待ち受けはできないか。ウッパッソーに受けるしかないんですが、リーチを打つか、打ち出す裾がキリュウに危ないんですよそうですね、まあ、キリュウ警戒でチーピンも悩んでたんで、どうですかね。これスッチャッソー転敗しましたね、うん、キリュウキリュウケアしてる感じがすごくありますね。まあ、今ローソー赤ウソーって手から出てきたんで、さあどうするか、これかなりスッチーソー待ち、ね、怪しいのですが、これウッパソー引いたらどうするか。切ってもおかしくない、それは。うん、そっちでテンパるのであればという感じでしょうか。ウッパソーも流れていく、てんこ盛りがチーソーを切ればテンパイ、ただがこのチーソーキリュウに当たりになる。どうしていくか、キリュウはテンパイに見えていますね、ほぼね、2人の目から見て。
急走切っていく。いかない。うん、これは丁寧な。あ、これはどうする。ファースト取ってるんでリーチか。これはそうですね、リャンピン、リャンピン現状皮には1枚も切れてないですね。はい、パーソーを1パーソー切ってリーチしていきました。これ綺麗なスチーソー全然なくないですか。そう、全然ない。回収されてますね、かなり。そしてこのリャンピンはここに3枚、うう、怖い。ここに3枚とここに1枚なので、リャンピンは6枚だ、5枚いますね。まだ5枚もいる。5枚もいる。この順目で、まあ、顔ピンズのね真ん中顔見せてないですからね。そうですね。そういえば、はい。桐生がね先ほど数ピン切っていきましたが、はい、積もりましたね。はい、積もりました。メンピンツも赤赤。マンガンのつま上がりとなりました。3,500円。3,500円ですね。はい、あの、急走は、あ、そっか、流し屋出番だったんだ、てんこ盛りさん。なるほど、我々ちょっと気づいてませんでした、すみません。流し、まだあったんですね、急走が、あんこであったので。うんうん、まあ、このまま行けば、まあ、でもさすがに山に5枚リアムピンがいると。そうですね、だからごま塩さんがあれうまく打ってなかったら流し役満ジョージだったかもしれないですね。そうですね、かなりあのね、関連ピン残してね、なんか総図3面ちゃん形決めてっていう、はい、そしてリアムピンにね、数ピン引いて変化してという上手に打ち回してましたね。はい、そして乱入してますね、てんこ盛りさんの親番です。ドラは1ピン。さて、てんこ盛りさんアグレッシブに仕掛けていきます。ヤクヤクですね。ヤクをポンしています。ごま塩はピンズが多く自敗が目立つか。キリュウはいい形ですね、これ。キリュウが相当いい。ただ先生はてんこ盛りだ。サブローピン待ち。確かにサブローピン、サブローピンは結構いるな。4枚山いるな、これ。この後間違いはしないですね。間違いがあると思うので、スッチーピンで取らなかったですね。はい、はい、そしてキリュウ、これはイーピンアンコ、イーピンアンコ、まあ、もう一回急走切っときますか。はい、そうですね。まあピンズもし上に伸びたら1通とかあるかな。うんうん、そうですね。はい、さあゴマ、ゴマ塩は国士に向かっています。うん、そうですね。100万さすがにサブローピンが待ち替え、待ち替え候補もあります。これはテンパイ、ローソーが入った。はい、一番いい牌ですね、迷わない。あー、積もった。まあしょうがない。ヤクヤク、ドラドラですね。6000オール、マンガンのつま上がりとなりました。はい、これ一番いいローソー引いたのにちょっと悲しい。ちょっと残念ですね、これは。そして何一曲一本馬、てんこ盛りの親番です。バケモンみたいな、ハイパイ。何これ、バケモンじゃん。イーシャンテン、ポンポン、形状はイーシャンテン、形状はイーシャンテン。でも血に詰まる、行きたい。あれは行きたい、行きたい。一巡目でこれは、これはね、ハイパイでこれだとちょっと。そしてキリュウも悪くない。うわ、まあ、パソコから行った。まあまあ、パソコからね。ね、急走とかも引きたくないよ。そう、一番いいやつ、ね、決めさせられるからな。ええ、いやいや、払わせてよ。さあ、ビンズ引いた。これは急走いくか。はい、取らない、行きましょう。はい、行きましょう。急にね、打点がビヨンってアップしますからね、鎮痛になった瞬間。はい、2枚払うだけで。はい、これはこんなに早いとは思ってない、みんな。まあ、言うてね、でもね、想像、バーソー、三蔵、九層、九層と切られています。ただこれ、ウーピンポンですか？こうなったらウーピンポンで、ローキューピン。ローキューピン。はい。はい、取りそうな感じがします。そうですね。まあ、ウーピンポンすると、バイマンは確定しますからね。真逸。半端ないよ。ドラ4。半端ないよ。9ピンとかはどうするかな。どうするかな。9ピンはポンしづらいですよね。ポンして69ピン。うん、あんまりいい街ではないですが。そうですね。そしてここにローピンが入って、キリュウのテンパイ、サブロッソ。うわー、サブロッソいいな。ピンズの染めがいる。ああ、吸収。ここに4枚。
ここに4枚だと川に2枚あるんで、あれ1個しかないんじゃないですか。ここに4枚、川に2枚、自分で1個なんで、あ、自分で1枚ですね。1個しかないですね。1個しかないですね。そしてポッチは、ポッチ生きている、はい、ポッチと残り1枚。うわ、これは復活するか。うわ、欲しいのどんどん切られる。キューピン泣かない。あれ、これ、あ、これ出したらイーシャンテンだ。テンパってないが、イーシャンテンチーソー切っていきますね。これ嫌だぞ、親。あ、なくなった、なくなった、なくなった。サブロスなくなった。これはじゃあてんこ盛り、ポッチだけ。てんこ盛りにとってかなりいい展開。てんこ盛り押し切ったらこれあるぞ、大丈夫。あー、嘘だ。ナイマチ積もった。ナイマチ積もりました。気流の積もがり、リーズも赤赤表ですかね。はい、表、花花ですね。花花ですね、羽マンか。羽マン、羽マンの1枚ですね、ポッチの1枚。ワンちゃんポッチ3枚なんだよ。そんなことあるかと、てんこ盛りからするとないまち積もるなよと思ってますよ、多分。てんこ盛りの立場、たまったもんじゃないですね。本当に存在しない間に何回見せる。本当にだって、サンマって最低でも6、あ、最低6曲とかしかなくて3回積まれてますかね、ポッチ6分の3ポッチ。本当にどうなってんだよ、真面目にやるよ。しかもね、どっちもない街なんですよね。そうですね。いや、そんなのがあるから、このルールね、こっちが見えてないとリーチかとなりますね。そうですね。はい、ということで、何2曲ラス前ですね。ドラはチーピン、小森からしたらたまんないですよね、チップ取られて。うん、そうなんじゃないって感じだ。これはどうするか。4連携の形がピンズでできているので、カズサピンを残すかな。そうですね、2、4、5、6という形ですかね。まあこれは払っていきますね、もう。さあ、てんこ盛り役はありますね、吐く。ごま塩は何を泣いたら役ができるか。なんと桐生が一番乗り、換算ピンリーチ来ましたね。あー、なんだこれは、4枚目の白、これどうするか。まあでも、まあそのまま前に置いときますか。それが一番静着な気がしますね。はい、換算ピンは2枚残り、そうですね、2枚持たれてるので2枚残り、ポッチもいません。これはどうするか。3ピンちょっと危ないな。危ないですね、うん、イーシャンテンに受けると宝珠だ。ちょっとピンズの情報がなさすぎて切っていくか。降りるの足になっちゃいますもんね、これ。そうですね、しょうがない、これはしょうがないかなと、うん、リーチ、おもおも赤花、うん、裏羽マンですね。キリュウ羽マンの出上がり、1枚ですね、羽マンの1枚。そしてオーラスキリュウの親番、ドラは何、店舗状況はどうでしょうか。え、キリが6万8000点、てんこ盛りが2万点、ごま塩が6万2000点ですかね。うんうんうん、はい。キリのハイパーやばくないですか。やばい、これ何これ。え、これはですね、やばやってるわ。でもてんこ盛りもハイパーいいですね。そうですね、あ、ごま塩もまあまあ、みんないい、みんないいが、キリがちょっとバケモン級に良かったですね。キリはバケモンですね。キリはバケモンです。悪口じゃん、いつもバケモン、悪口じゃん。バケモン系ね。良かったですね、キリバケモンです、はい、いや、いいなこれな。いいピンとかもつもぎりたいもんな、うん、タンヤをつけたいなみたいな。てんこ盛りも一応形上はイーシャンテンになった、イーシャンテンではありますが、グッケー残りか。キリュウはタンヤをつけていきたいがというところ。てんこ盛り本一になりますね。そうですね、関数数を払う形でしたか今、はい、もしや本一のイーシャンテン、はい、キリュウもさらに良くなった。え？え？てんこ盛りあんこにしたんだ、うん、はい、え、これはテンパイです。スーソーパーソーのシャンポン、これ街が変わったらリーチでしょうか。上がりトップなんでね、いいか、どう受けるか。いっか、これスッチッソーにするか、スッチッソーかウッパーソーか。まあ打点的には赤の松ウッパーソーの方がいいですが、ウッソーがただ1枚切れて、はい、枚数だとスッチソー待ち、はい、で今関数層を払ってきたてんこ盛りがいると。そうですね、関数層のてんこ盛りは持ってないだろうと、おそらく、うんうん、そしてウーソーが1枚切れ。この情報を見てキリはどう打っていくか。ウッパソーのリーチを打ちましたね。
メンタンピン赤かな。これはどう受けていくか。パーソーだとパーソーが1のウーソーが2ですね。そうですね、はい、川に1枚地震で1枚3山ですね。ポッチは切っている。そしてゴマ塩はほぼ上がりトップみたいな点数状況なんで、この桐生の親利地をなんとか蹴りたいところ、はい、そうですね。まあ桐生上がったら終わりになりそうな展開なので、まあそうですね、はい。さあどうしていくか。てんこ盛りも自身が面本のいいシャンテン、ゴマ塩も蹴れるか。これどうするか。おっそう悪くない。うわっ、ここ掴んじゃった。これはちょっと本一いけないのでね。本一張ったら結構宝珠ですね。これはそうですね、いいシャンテンでは切らないかという手組です。はい、ピンズ伸びたらどうするかな。そうですね、ピンズ伸びたら、おい、これはないですね。アナスさん4枚目は桐生。あ、積もった、積もりました。そう、メンタンピン積も赤花、裏は乗らずで羽間の積も上がり9000オールの積も上がりとなりました。これは一応権利としては続行ができますが、通常の残ルールで考えたとしてもこの続行はどうしますかね。そうですね、はい、終わりますということで、はいはい、これは桐生のトップで終わりました。2着がゴマ塩、そして3着がてんこ盛りという並びとなりました。はい、これで関東山 A1 リーグ30回戦が終了しました。はい、はい、というわけで、はい、他の卓では今まだ対局が行われていますが、はい、結果が確定次第、皆さんに結果をお伝えしたいと思いますので、はい、一旦ここで締めさせていただきたいと思います、はいはい、長時間のご視聴ありがとうございました。